皆さんおはようございます。ノーマルヨッシーです。本日もレーシングマスター、略してレーマス、やっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、皆さんこちらの背景をご覧ください。あ、これですね、デザイン視聴者さんが作ってくれたんですよ。ありがたい、ありがたい、本当にありがたいと思っております。皆さんありがとうございます。じゃなくてね、今回はですねこちらのポルシェ918スパイダーについてやっていきたいと思います。こちらのマシンって期間限定マシンになっているので、入手しようかどうか考えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですよ。私このマシン結構使い込んだので、まあ、このマシンの特徴やどういう人がゲットするべきなのかとかをねお話ししていきたいと思いますので、もし迷っている方、こちらの動画を参考に入手の方を考えてみてください。本日もよかったら最後まで見ていってください。さらによかったらチャンネル登録、ポチッ、高評価、グッと押してもらいますとヨッシーの元気が跳ね上がります。皆さんいつもありがとう。ということで本日もやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきます。その前にですね、こちらのポルシェ918スパイダーなんですが、期間限定マシンになっておりますよね。で一応期限の方を皆さんご覧ください。こちらです。はい、11月15日4時59分にこのガチャは終了します。このマシンじゃあもう一生手に入らないのかと言いますと、まあそういうわけでもないんだよね。実はですね、こちらのルール説明の方に期間限定ガチャの詳細が書いてあるんですが、これちょっと下の方見ていってください。ここですね、期間限定ガチャは期間限定登場ガチャと期間限定確率アップガチャに分かれています。期間限定で登場するマシンはガチャ終了後しばらく入手できなくなりますが、期間限定確率アップのマシンはガチャ終了後クラシックのガチャに入るということです。はい、でまあここ赤文字で書いてあるしばらく入手できなくなりますというふうに書いてあるので、必ずしもこの期間内でゲットできなかったらゲットすることができないというわけじゃなく、まあ後々引けるようにはなりますよということなんでしょうけども、けどねやっぱりいつ登場するかわかんないんですよ。まあ再販されるのがいつかもわかんないし、このマシンがいつどうなるのかもねよくわかんないので、とりあえずこの期間内に本当に欲しいという方は入手しておいた方がいいです。でレーシングのマシンになっているので、まあ、若干入手も大変だよね。まずこのゲームとしてはガチャ確率が低い、まあ、ただし100連引くことで一応レジェンドマシンは確定の 25% でこのポルシェ918スパイダーゲットできる。でまあ期間限定ポイント、期間限定ポイントに関してはやはりレーシングのマシンなので240必要っていうことで、まあ実質240連引かないとこのマシンをゲットすることができない。いや結構厳しいよね。なので皆さんねちょっと考えてゲットしていただきたい。このマシンについてなんですが、まあ実際どれぐらいの速さなのかというお話をしていきたいと思います。実際ねこのマシンの体感といたしましては、レーシング枠でほぼほぼ環境最強ぐらい速いです。うん、ただしシロンも速い。なのでコースによってはシロンの方が速いし、コースによってはスパイダーの方が速いっていう感じかな。うん、まあぶっちゃけこの2強かなっていう感じがするレーシング枠ね。でまあその下にアベンタドールとか NSX が入ってくるのかなっていう感じ。現環境の最強で言うとこのポルシェのスパイダーと、ブガッティのシロンっていう感じだと思います。まああくまでヨッシーの体感なので、まあ、皆さんの体感ともね書いていただければいいかなと思います。でこのマシンね、どういう風に使えば速いのかっていうのをね走りながら解説していきます。ちょっと走らせる前に改造方針の方のお話しさせていただきます。私がおすすめする改造方針はこちら、どどん。皆さん結構同じような感じでやってらっしゃると思います。違いといえば一番上のエンジンですかね、こちらをバランス型にしているのか最高速度型にしているのかっていう違いかなと思います。うん、
で、私のおすすめはバランス型になっております。これなぜかというとですね、最高速度型確かに速いんですよ。速いんですが、最高速度型はどちらかというと直線が多いコースではかなりおすすめなのかなって感じ。ランクマッチ等ではバランス型がおすすめになっております。まあなぜかというと、バランス型は加速も速くなる、で最高速度もそこそこ速くなるっていうね、本当にバランス型になっているので、コースがねバラバラなランクマッチの場合だとバランス型の方がおすすめですかね。まあ、ただしコースによっては極めたい方はですね、ここの上をいじっていただいて、例えばスプリント型だったらコーナーが多い場所だとスプリント型にして、ストレートがめちゃめちゃ長いコースが多い場所だと最高速度にしてっていう感じですね。そういう風に切り替えながらやっていただくのはタイムアタックの方かなと思っておりますんで、まずは皆さんこちらの方で使ってみてください。結構ねランク待ちでは勝てます。はい、それでは早速走らせていきます。918スパイダーをここインディアナポリスのクラシックで走らせていきます。皆さんよろしくお願いします。で、このマシンの特徴ともねお話ししていくんで聞いててください。で、このマシンの特徴なんですが、そう、まずね4輪駆動のマシンになっています。で、4輪駆動のマシンになっているので、じゃあちょっとドリフト苦手なんじゃないって皆さん思いますよね。このマシンですね、ドリフト意外と得意です。うん、かなりね気持ちよく曲がってくれるんで、使ってる方もかなり気持ちよく使えるマシンになっております。はい、そんな感じです。で、まあ、どういう風に曲がるかというと、このようにですねオーバーで曲がっても全然大丈夫なんですよね。うん、そんなに減速しないので、なので結構オーバー出しながら走っていただいて、すぐに体勢を立て直してあげるっていうね、そんな感じで走っていただければかなり速く走ることができます。うん、そんなマシンマジで扱いやすいのでおすすめです。うん、結構ね誰でもね扱えるマシンかなって思います。で、シロンとはどういう風に違うのかっていう話ですよね。シロンとの違いといえばですね、やっぱこのブガッティのシロンちゃんの場合はですね、このねなんていうかな、加速が中間加速がめっちゃ速いんだよね。で、スパイダーも加速速いんですよ。で、どう違うかって言ったら、この立ち上がりの走りは、結構スパイダー速いんだけど、中間からの加速はシロンが速いっていう感じかな。そんな感じの違いですね。なので本当に直線が長いところではシロンが速いんですが、まあ、コーナーが多いところではね、このようにスパイダーも速いので、ぜひともおすすめなマシンになっております。はい、ちょっとね走り足りないので、ここ桃源郷にやってまいりました。うん、ここねコーナーめっちゃ多いからめちゃめちゃいい走りできると思うのでね、ぜひとも皆さん見ていってください。で、このマシンの特徴なんですけど、まあ、どういう風に走らせれば速いかという話なんですが、結構ねこのようにね赤でドリフトしてもね速いんですよ。うん、速いからどちらかというとね、このインに突っ込んであげること、これが大事になってきますんで、そこの意識をしていただきたいと思います。うん、そういった感じだね。このようにねかなり速いです。で、これだけね赤取りしてたら普通ね、例えば NSX とかのマシンだとどうしても遅くなっちゃうんですよ。うん、だけどこのスパイダーってね、この赤ちゃんドリフトしてもね全然速いんですよ。赤ちゃんじゃないですよ、ごめんなさいね。赤ドリフトのことを言おうとしたら赤ちゃんになってしまいました、ごめんなさい。そう、速いんですよ。うん、なんでおすすめです。だから誰でも扱いやすいよねこのマシンって。うん、どなたでもかなり扱いやすいマシンになっているのがさらにおすすめポイントです。うん、ただやっぱねデメリットはレーシングっていうところかな。うん、交換ポイントは高いし、まあ、ガチャで当てないといけないから、そこはどうしてもデメリットにはなってくるんですけど、まあそのデメリットがあったとしても、まあかなり早い。うん、扱いやすいのいいね。初心者さんとかに使ってほしいんだよなこのマシン。このさ、赤でぐんぐん曲がっても速く走ってくれるから、結構このドリフト、レーマスの楽しみ方っていうのもね結構理解してもらえると思うんでね、まずね初心者さんに使ってほしい。初心者さんに使ってほしいんだけど、ちょっとミスりましたね。初心者さんに使ってほしいんだけど、レーシングっていうところがどうしても押しにくいポイントにはなりますよね。うん、そこがちょっと困ったポイントなんですが、まあ、非常に速いマシンになっていますので、ぜひおすすめです。はい、以上がポルシェ918スパイダーでございました。
た。皆さんここまで見ていただき誠にありがとうございました。軽くまとめますと、このマシンですね、扱いやすいプラスですね、早い、もうこの2点だけでもかなり引きなんですけれども、さらにかっこいいよね。特にこの後ろのマフラーのボボボボボ、これがたまらないので、ぜひともですね、気になった方は引いてみてください。で、おそらくね、15日のガチャはパフォーマンスのマシンが、来ると思いますので、まあレーシングの早いマシンはね、とりあえずこのスパイダーを確保しておくのがいいんじゃないかなって思います。まあこのマシンだとね、ほんとランクマッチだと平均して勝つことができますので、かなりおすすめです。はい、ぜひね、悩んでらっしゃる方は今のうちに引いておきましょう。ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。